なぜゲーム実況を始めたかについてちょっと話そうかなと、お互い。おお、なるほど。やはりそこが原点になるかなと、YouTube において。なんでゲーム実況を始めたか。はい。なんか憧れとか。あったの？ゲーム実況。うん。いや、なんかゲーム実況、俺は見る線だったんだけど、うん。なんかもう、なんか、やるのも楽しそうだなと思って、もう思った瞬間始めたレベル。え、すごい。その日からやろうかなと思って、そっからだから、うん、機材買ったりして、へえ、たかな。でも結構高くない、うん、機材とかって。高い。まあ最初はでもなんかもうなんか入門セットみたいな、ほんと安いやつから始めてるから、ビデオテープで録画してみたいなちょっとあ、これ YouTube なんだけどちゃんと YouTube 向けには作ってたの？ YouTube 向けにちゃんとずっとね、動画作って。あ、そうなんだ。え、なんか最初からちゃんとしたキャプチャーボードとかマイクとかパソコンとか買っとったん？キャプチャーボードを買って、うんうん、で、そのなんかよく分かってないから、もうとんでもないラグ、うんうん、ラグあるじゃん、キャプチャーボードって。あるね。とんでもないラグの中実況してた。ラグを残したまま？いや、だから、うん、ラグ、あ、もう見てる画面がだから遅延してるわけだ、自分が。してるね。なんかコントローラー右スティック押してから、なんか1秒から2秒ぐらい経ってからキャラクターが右に行くって動く。行くね、行くね。その状態で録画してた。やりづらその状態で録画してた。え、じゃあ、なんかキャラクターが喋りましたと、で A ボタンを押したと、で普通だったら次の言葉がスラーって流れるはずなのに、そう、流れるまでに2秒間あるから、その間ちょっと沈黙があったり、もうなんかこう試行錯誤しつつみたいな。初期はね、アクションゲームできんじゃんそれ。本当に最初期はそうだった。へえ、それが何年前くらいの話？何年前、本当に初めたやつだったら、うん、何年前なの？結構前だと思うよ。5年以上前なんじゃないの、普通に。すごい大ベテランも大ベテランもあったらもう5年前って言ったら、でもロレンスまだ30代くらいああ、そうだったっけな。俺そんな老けてたかな。へえ、そうなんだ。俺はそんな感じだったよ。へえ、ということで、じゃあ出会い行きましょうか。おお、お前も話せや話させるだけ話させて、これはないでしょ。いや、え、僕も、うん、あんま覚えてないけど、はい、あんま覚えてないのが多分事実いや、まあ正直そうだよな。なんでかっていうのは、うん、あんま覚えてないのは分かるわ、すごい分かるわ。でも最初らへん、さっき話題にちょっと出してたけど、ビデオテープに近いことをしてたんですよ。ほう。というのも、あのキャプチャーボードっていうのは1万円から2万円する結構高価なもので。するね。でスタートからちょっとこれを買うのは高いなということで、まあ当時 WiiU をやってたんですけど、その、はいはいはい、WiiU のスプラ1の実況をしてみようかなと思って、3000円くらいのなんか、なんていうのかな、ビデオテープではないけどHDD に当時録画してたのよね、テレビの番組を、はい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 、だからそのデッキ、はいはいはい、録画デッキに WiiU をつなげるようなものがあって、3000円くらいで。はい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 、変換アダプターみたいな。そう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 、つまり WiiU を録画のデッキで録画してで声は iPhone で撮って実況してました。きつくない？まあ、やってたね。画質も落ちるしね。落ちるね、うん、手間もかかるでしょ、普通に。かかるかかる。あ、すごい、それは確かにすごいわ。でそれを最初はみんななんか変な感じになるよね。その動画を作って、でまあその日に上げて、で1週間後に5再生で消しました。ああ、つらい。でコメントが2個だけあって、1つ目が
ウポツです。で2つ目がはって書かれてました。なので消しました。あ、まあまあわかる。はあるよね。はある。はあるのわかるわ。何に対してかわかんなかったけど、ちょっと怖いなって思って消しました。コメント怖いからね本当に、うん、それ以来ちょっとやめてました。傷を負って、深い傷を負って、そうそうそう、言えるまでに時間が なんでこんな怖いところへ来なきゃいけないんだって思って楽しみになんか来て YouTube とかに来てんのに、そうそうそう、嫌な思いして帰ってきたと。まあ当時ニコニコだったけどね、僕出したの。ああ、うん、俺もニコニコだったよ。え、そうなん。当時は、あ、そっか、10年前あったもんな。10年前、あのちょっと前すぎだけど。あ、5年前か。もうちょっと前か。いや、あんま記憶にないけど。へえ、5年前から始めたってさっき聞いたけどな。5年以上前。へえ。わかんない。いつ始めたか本当に覚えてない。もうじゃあ当時、ニコニコでやってたのを、まあ、YouTube へ移行したっていう感じ？まあ、そうだね。うん。失踪もいっぱいしたけど。いろんな名前あったからね、俺。あ、そっか、名前変えたんか。元何だったん？言わないけど。いろんな名前、いろんなアカウント作って、うん、いろんな名前で活動してたりしたけど。あ、それで言う、今に至る。と、なんでロレンスっていう名前なん？別に。これどっかで話さんかったかな。いやー、俺もなんか。何回か話してるね。うん。何回か話してるけど、うん。なんでだっけ？なんかアニメの。俺の名前ってなんでだったっけ？アニメのキャラクターがみたいな。だったっけ？なんかいっぱい、なんか、名前があるからさ。うん、おー、ローレンスだったり、うん、ローレンスだったり、なんかどこから取ってきたかもう覚えてないよな。あんまり。つい3年前くらいじゃない？でも始めたの4年前か。3年。3年前のこと覚えてる？あー、なるほどね。思い出せ、俺1年前ですら怪しいもん。じゃあまあ、今の、うん、今の予想でいいよ。今の予想？うん。なんだろう、ロレンス。アニメから撮ったのか、うん、なんだったっけ、なんか、ローレンス、ロレンス神父みたいな、なんかあったじゃん。いや、わかんない、ない。なんかそういうのもあったじゃん。いや、ない。いろんなこともあって、うん、なんかその横文字を撮ったんじゃなかったかな。あ、そうなん。こないだちょっとさ、あの、アニメを見てて、はいはいはい。とあるアニメで、クラフトロレンスっていう名前の、あ、いるいるいる、俺の大好きなアニメあるあるある、旅の青年行商人クラフトロレンスって出てきて、あ、これかってちょっと思って。長い長い長い、合ってるけど、あれ俺アニメの中で一番好きだよ。ってことはこれではないのか。いや、それの影響もある。うーん、もうでかい。だったらロレンスの名字はクラフトなの？いや、そういうわけじゃないけど。で俺血縁関係を持とうとしてる。俺はどうせ同盟じゃん。ちょっとじゃあ違うん。まあまあね、うん、名前はね、まあまあまあいいじゃないですか。